算数クイズ10秒以内に気づきたい面積問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。正方形 ABCD の各辺の中点と正方形内にある点 P をそれぞれ結んだら図のような面積に分かれました。 X に当てはまる面積を求めてください。では解説をします。このように正方形の4つの頂点と点 P を結ぶとき、同じ印をつけた三角形は底辺が等しく高さも等しいので面積も等しいです。すると青部分の面積の和とオレンジ部分の和は等しいので上の式が成り立ち、x イコール13平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図において色部分の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので概要欄の URL からご覧になってください。